はい、えー、始まりますよ、友、え、野、ー、選手、頑張れ、えー、今、森氏選手が、えー、っとですね、結果が出ます、あ六266.33でトップですね、はい、この266.33を超えられるか、友野君、ララランド、頑張れ、いや、緊張っすね。 あれ、待って、コリアダ選手2位だとするとやばいですね。あれ佐藤君、もしかしたら友野君の結果関係なしに。あ,あ、分かんない、分かんない。あ,あ、分かんない。もういいや、とりあえず友野選手頑張って。<laughs> いやでも,きでもね、さっき6分間練習見た感じ、そこまで緊張してる感じでもないんで、もうね、遠慮しないことですよ。遠慮しちゃダメもう先輩の 町田君も言ってますからね遠慮しないでやったんだからはいうんいや息できないなでも表情はいい感じの緊張だと思うんだけどいけるいける あーっとよし4回転とト,トリプルトーをしとめたよめちゃくちゃ綺麗すごい俺あれでしょプレッシャーかかるのにこんな綺麗なジャンプ飛べたっていうのは強いうわ2.58ですよ GOE プラス4回転とト,トリプルトウうわー緊張してきたいけるあーっと、4回 <laughs> 4回転サルコはちょっとステッピングアウトかないやーでもまだまだ長いからねいけるよ4回転トーループ2つ目2つ目お願いしますいけ決まった決まったあートリプルアクセルとかも後半まずループねループは降りるよああなステッピング <laughs> トリプルループステッピングアウト でもまだ後半ね、2つのトリプルアクセルあるんで、これ乗り越えてほしいですね。こういうステップなんかも表情がめちゃくちゃいいです。弾ける笑顔、弾ける表情いいですね。友野選手のこうなアピール、あのお客さんにこうたくさんアピールするとこいいですね。弾ける感じのフレッシュな感じで。で昔はこうその友野の選手の性格が こうアピールしたい、みんなにこうねアピールっていう感じがあって、そればかりになっちゃって、足がついていかなかったっていうのがあるんですけど、そこがね、もうエッジワークがちゃんとはまってきてるんですよ、だからそこ、エッジワークと自分の気持ちの帰のりがあったと思う、そこをちゃんとこう埋めてきてると思うんで、だからそこをね、スケーティングめちゃくちゃうまくなってると思うんで、やっぱり、ううああいつり、今、スピン終わったんで、トリプルアクセルですよね。 あー、2ネ外そう。あー、お願い決めていけるよ決まったええああー、オーバーターしてる。ああ、即死できないな。でも、なんとかこらえてる。2つ目、トギプラアクセルあるから。ああ、もう皆さんにも、うん、お願いしてもらいたい、もうこれは。ああ、お願い2つ目、トギプラアクセル。決めて、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 決めて。ああ、戦倒した。ああ。 マジかー頑張れトリプルフリップダブルトいトリプルフリップダブルトウバックオンすいませんああ爆音爆音返上の点数出してほしいなジャンプ終わったかな4回転と四 4, 4回転トループしようトリ4回転サルコウあそっかトリプルループのステッピングアウトしたんだああ爆音返上の高い得点を期待しよう 結構疲れてますね表情を見るとあでもスピンは早い昨日はねあのステップスピン全部レベル4取れましたんで、まあ、ちょっとスピンあ大丈夫かステップレベル4取れてるかなあの前回大会でちょっとあの V マークがねついちゃって、えー、点数が基礎点下がっちゃったんであこのコレオシークエンスーめっちゃ元気っすよ いやでも大したもんだよなって一番最後の仮装ですよ皆さん、うん、大したもんだってここまでできれば本当、まあ、ねあの大したもんだと思います <laughs> はいあ最後の表彰どうかな <laughs> あーでもうーんそういう感じだねそういう感じっすよね <laughs> よく頑張りました よく頑張ったと思いまますす爆音すみませんねやっぱりちょっと僕ビッてなんで今度皆さんにこう応援してもらって僕こういうふうに眼鏡外してあの演技直視できない <laughs> 演技直視できないな <laughs> いやーでもちょっと待って振り返ると4回転は一応2本そっか4回転と二2本決まって4回転サルコウも転倒じゃなかったんですけどトリプルアクセルか。 あーアクセル、モノ君得意なはずなんだけどね後半のアクセルが緊張したでも、でも皆さん待ってくださいあのショートであそこまでいい演技してのフリースケーティング一番最後の感想なんであの緊張感このプレッシャーで戦えたっていうのはすごい大きなねあの習得になったとあの収穫になったと思うんでこれはでも良かったと思うんですよね、僕はね、まあ、先生もちょっと苦笑顔苦笑顔という感じなんで。うん 良かった良くなかったっていう感じですかね。良良かかっっったたくなていうねだ結果、メダル取れるかな、小ギ田選手が2位で、森氏選手が1、266点だからね、優勝は厳しいかな。でも、頑張ったと思います、最初4回転トーループ、トリプルトールこれはすごい高い質で決めて、これは多分9マークとかつかないで、加点が伸びてくるジャンプになってきます。 二つ目の四、これは最初の四回転かな、四回転のトーループ。あ、二、はい、最初の四回転トープですね。四回転は、一つ目、下目、四回転最高ね、ちょっと、どうかな、回転はどうかな。あー、ギリギリが分かんない。うーん、降りた後、ちょっと両足、待って。これ、二つ目の四回転トーループですね、これは。うん、これは多分大丈夫だと思う、多分。 トリププルループは仕留めて欲しかったなこれがちょっとステッピングアウトしちゃったかこういった細かいミスだねもったいなかったのが細かい先生もそうなる先生もこうなってましたねトリプルループの瞬間でこれトリプルアクセルはトリプルアクセルはよかったあそっかトリプル,サルアクセルからオイラーからのトリプルサルコーかこれがちょっとオーバーだなあでもこう,こういう感じだからあれね負担を込めて ああもうわかんなくなってきた。頭の中がもう全然。ダメだ。わあ分かんなくなってきた。二つ目のトリプルアクセイ、転倒悔しいな。うん。せめてオーバーターンとかあったらトリプルアクセイ、転倒厳しいですね。ああメダルに届いてほしいな。まあ、ショートの95点っていうアドバンテージがあるので、そこでコリアダ君とどうかな。 あ、うん、でもそっか、コリガラ選手プ。アアーあ、待って、86点だよ、テクニカルメンツ。あー、待って、テクニカルメンツ86点、プログラムコンポーネント83点、ね、168.38点、5位ですよ、フリーは。いけ、メダルこれ、メダル取れんじゃないいける、いけるあー !3 位 <laughs> 素晴らしいいや、よかった、よかった、よかった。うん。うーん、でもまあ。 こああ、コリラダ選手と264.64がコリラダ君で友野君も264点だからうわ零0.5点差、コリラダ君とうわトリプルアクセル仕留めとけば優勝だったのになトリプルアクセル決まっていれば優勝だったのになでもよく頑張った、よく頑張ったと思うあのプレッシャーでここまで演技できない,できないよ、普通は。うん めっちゃ感動したけ、でもダメだ感動した。